ちセロリ。何しよう。マジごめん。今日もバイト入ってて、ちょっこ。また働きすぎ。今度は絶対だよ。はいほーい。忘れ物忘れ物。なんだか篠宮さん、すっごく機嫌悪かったな。人殺しちゃいそうな目してたし。やっぱり白金くんだ。スミシエハーサカさん。ピンポーン。よかった、覚えててくれたんだ。白金くんこそ本当に勉強熱心なんだね。いや、そんなでも。それに比べて私が買う本は俗っぽくて恥ずかしいな。あ、そうだ、こういうのって男の子の方が詳しいよね。白金くん選んでよ。いや、俺も詳しくは。この本屋カフェテリアもあるし、ちょっと教えてよ。下がりの心理を巧みに利用する早坂。まあ少しの間なら。やった、レポートの作成とかができればいいんだけど。あ、動画見たい。動物の動画とか見ちゃうよね。毎日10時間くらい頑張ってるんだけど。スピあれ、私寝ちゃってた。嘘、3時間も経ってんじゃん。何度か起こしてみたんだが。もうやだ、恥ずかしい。私なんか放って帰ってもよかったのに。いや、無防備な女の子放って帰るわけにはいかんだろう。白金くん、あれ、どうしたし。会長さん、うちのクラスに何か用事？それより誰か呼んでほしいんじゃないの？まあ、シノミヤを。オッケー。ヘイヘイ、シノミヤさん。フィーチャーフォンからフューチャーフォンにチェンジですよ。よくわからないから適当に選んで。